Geç gün. しなくん。本日は銀行法等改正案、これから趣旨説明ですけれども、ちょっと質問の機会があるかどうかわからないので、まず大臣に基本的なところをお尋ねしたいと思います。業務範囲規制の見直しが行われるということで、私の資料の1ページ目、ご覧になってください。これから、新しくできる業務が右側に書いておりますけれども、よく分析してみるとですね、従来、従属業務会社で、収入依存度規制のある形でしか認められなかった業務が、銀行本体や銀行業高度化等会社で、収入依存度規制ない形でできるようになるという意味で、一定程度自由度は広まるわけですが、全く新規の業務で明確に法令で位置づけられるというものは、私が見たところ、障害者雇用促進法に係る特例子会社、そして地域と連携した青年貢献、という2つしかないように思います。そこで伺いますけれども、今回の改正によって、これまでの異次元の金融政策で収益悪化が進み、大手金融機関と比較して、経営資源が乏しい地域金融機関にとって、この見直しがどの程度の収益改善効果があるというふうに考えているのか、大臣、お答えをお願いします。麻生大臣。今回の、来週からご同意いただくんですが、先月、国会に提出させていただいた銀行法等の一部を改正する法律案、これでは、いわゆる今、ポストコロナとよく言われますけれども、企業とか社会が取り組みにするのは幅広く支援が銀行としてできるようにという意味で、その業務にデジタル化とか、地方創生などに関する業務というのを追加するというのが改正案に盛り込まれております。で、この見直しの後に銀行グループとして、例えば、もともと自分で自由に開発していた IT のシステム等々を地域のいわゆる企業に、幅広く貸与する、もしくは提供してデジタル化を支援するとか、地域企業と、そうですね、地域の銀行とそこにある地域は共存共栄する形で新しい業務っていうのを営んで、その結果として自らの収益改善、銀行の自らの収益改善、また持続可能なビジネスモデルというものを構築することでも役立てるということだと思っておりますので、改善の効果についてというのが最後に出てましたけれども、これをそれぞれ地域の金融機関が新たな金融機関の業務としてどのように取り組んでいかれるかというところは、これは地域銀行の経営者の経営判断ということによるんだと思っておりますので、具体的にこれをお示しすることは困難でありますけれども、土地等々いろいろ自分で持っているものの開発っていうものは、業者と組んだら結構な収益改善になるんじゃないかなという感じは私はいたしますけど。品君。具体的な効果がわからないということなんですが、ちょっと一問省いて、3つ目の質問に行きますけれども、私の資料3ページ目ご覧になってください。2019年度の銀行決算、資金利益というところ、グラフになっておりますけれども、地域銀行の資金利益は、2.7% 前年度比減少ということで、金額でいうと約1000億円、資金利益というのは、利ざや収入とか、あるいは、国債の利息収入、そういったものがあるわけですけれども、こういったものが、1000億円ぐらい減ったということです。これも日銀の超低金利政策が長引くことによって、貸し出し利ざやが縮小したことや、高利回りの国債等が償還によって消えてしまったことが、要因となっているわけです。この傾向が変わらなければ、地域金融機関としては、生き残るための合併経営統合やリストラを進めざるを得ず、リスクある取引先への融資や新規業務の開拓などによって、地域経済に貢献していくことが困難になるような、ふうに思えるのですが、この点について大臣の見解をお願いします。
麻生大臣。これはご指摘のありましたように、あの収益の悪化が続くということに対してのご懸念なんだと思いますが、あのこれはもちろん低金利っていう、超低金利っていうのの継続というものもありますし、地域によっては人口減少っていうものが大きくて、ちょっと岩手県に詳しくありませんけど、九州では長崎等々、あの人口かつてに比べてかなり減っておりますので、そういった意味ではあの貸代事業もはじめとして厳しい状況が続いて、結果として飛鳥肥後銀行82銀行だったかな、18銀行とあの肥後銀行 の合併とか副銀と一緒になるとかいろんなことをやっているんだと思いますが、あのこうした状況っていうのはあの地域金融機関に対しましては、例えば地域の企業に対してあの経営改善につながる助言をするとか、企業の事業性を適切に評価した上であの融資を実行する等々によって企業の付加価値向上を図るということ等々、あのいわゆる借り手の企業の支援というものを通じて金融機関自身も継続的な事業ができるようなビジネスモデルを構築して、あの地域経済に発展することというのが基本なんだと思っていますが、ご指摘の通りこれは必ずしも容易な話じゃないんですよ。こういう話はみんなにあの役人が言うほど経営やったことがない人が喋ってるんですから、あの現場に行ったらそんな簡単な話はありませんから、金融庁といたしましては先ほど申し上げていましたように業務範囲の規制の見直しいもれや、まあ、環境整備にまさらに取り組まないかんということだと思っておりますので、あの地域金融機関の間でもこう激しい、まあ、環境認識を共有してもらわないかんところだと思いますが、そうした施策を活用させていただきながら経営改善、銀行の経営改善ですよ、銀行の経営改善をいかにやっていくかというものをもう少しやらせていただかないと、なんとなく地域銀行というのは大体その地域で一番行ったりしておられるところでしたから、今までそういった状況がかなり厳しいものになってきておられるということで、お目にかかる方々も少し昔に比べて3、4年前に比べて顔に結構緊張感ありますもんね。今厳しいことになっておられるからですよ。回しはそんなことは全然なかったですから、はぁっての話で他人事みたいな返事したから、こういう銀行は先はないだろうなと思ってましたけれども、あのだいぶ変わってきておられるような感じがこのところしますので、あのこの種の話に関してもいろいろご自分からこうしてくれっていうお話はなかなか来ない。それが最近はまあたくさんではありませんけど、いろいろ言ってお見えになる経営者、小さいとは限りませんよ、大手のところでも経営者としてそういう意識をお持ちの方々は結構いろんな規制やら何やらついて言ってこられるようになってきたかなという感じは、私の個人的な感想かもしれませんけど、そんな感じがしております。品君。あの地域経済に貢献するためには、まずあの地域金融機関自らがしっかり体力を持ってなくちゃいけないということなんですが、あのもともと人口減少などの逆風がある中で、それに追い打ちをかけてあの異次元の金融緩和で超低金利というのがあったわけです。で、まあ、危機感が足りないというようなお話もありましたけど、私も地域金融機関あの銀行員出身でいろんな方からお話聞きますけど、相当厳しいです。それでまだその厳しさもまだ始まったばかりで、これからどんどん加速度的に厳しくなっていくというふうに私は見ておりますので、この銀行法改正でですね、いかにしてその業務の見直しで収益機会を増やせるか、そしてあの金融緩和のマイナス面を取り戻せるかということを注目して見てたんですけれども、どうもその資金交付制度の話とかですね、あるいは業務範囲規制の見直しといったところもですね、踏み込みが足りないと思ってます。これではまあどんどんですね、縮小均衡の方に走っていくだけだろうと思ってまして、地域経済への貢献というのは全くもって心もとないというのが私の評価です。でその上でですね、現況となっている日銀の金融政策について黒田総裁にお尋ねします。あの今回あの点検結果が
発表されましたけれども、この表題を見ますとですね、この、肌色の冊子の、表紙には、より効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検ということで、もう結論先取りになっているような点検で、バイアスがかかっているということだけではなくてですね、そもそもより効果的で持続的なと言っているということはですね、今までの効果は大したことはなかった、それから、出口は遠いということから持続的だということを言っているんではないかと思うんですが、より効果的なら、2% 目標は早期に達成できるはずだと思いますし、一方、金融緩和が持続的ということは、2% 目標はしばらく達成できないことが前提となっているということで、この点もおかしいと思っています。より効果的で持続的なということの含意を教えていただけますか。日本銀行、黒田総裁。日本銀行は 2% の物価安定の目標を実現するため、大規模な金融緩和を実施しております。もっとも 2% の物価安定の目標の実現には至っておりません。また、感染症の影響によりまして、経済物価の下押し圧力は今後も継続し、2% の目標の実現には時間がかかることが予想されます。こうした状況を踏まえると、当面、感染症の影響への政策対応が必要であるほか、長期的には 2% の目標を実現するため、より効果的で持続的な金融緩和を実施していくことが重要であると、こうした考えから、今回の点検を実施したわけでございます。今回の点検を踏まえた政策対応によりまして、長短金利操作付き量的質的金融緩和の持続性、機動性が増したというふうに考えております。点検でも確認されたように、大規模な金融緩和、効果を発揮してきておりまして、この枠組みの下で、強力な金融緩和を粘り強く続けていくことで、時間はかかるが、2% の目標は達成できるというふうに考えております。以上。品君。2% 目標が達成できない理由としてですね、この冊子の最初のところに3点挙げられてますね。一つは、予想物価上昇率に関する複雑で粘着的な適合的期待形成のメカニズム。二つ目に弾力的な労働供給による賃金上昇の抑制。三つ目に企業の労働生産性向上によるコスト上昇圧力の吸収といった三つの原因を挙げてます。で、一つ目のですね、複雑で粘着的な適合的期待形成。黒田総裁も粘着的だということが先日、海江田委員からもお話ありましたけれども、ここはですね、複雑で粘着的なものはなかなか変えるのは容易ではないだろう、ただ2つ目、3つ目は私は変えられると思うんですね、政策次第で。2つ目の弾力的な労働供給による賃金上昇の抑制というのは、要は女性や高齢者の非正規雇用が増えていて、低賃金の方が増えているから、賃金上昇が抑制されているということで、これは非正規雇用を正規雇用に切り替える、そういう政策をすれば改まるはずです。それから3つ目の企業の労働生産性向上によるコスト上昇圧力の吸収というのは、要は生産性向上は起きているけれども、賃金に回っていない、コスト上昇圧力の吸収の方にしか行っていないということで、これも政策によって改めることが可能だと思います。この2つ目、3つ目にしっかりスポットを当ててですね、ここを直していけば、目標達成はできるんじゃないですか。本気でやろうと思うなら、そこに力を入れるべきじゃないですか。日本銀行、黒田総裁。ご指摘の2番目と3番目の点は、ご指摘のとおりでありまして、我々の分析でも、当面ですね、女性その他、特に非正規の雇用が増えたということで、賃金が上がりにくいという状況はあったと思いますが、しかし、その後の経過を見てみますと、非正規の方の賃金もかなり上がってます、それからご指摘のように、非正規から正規へ移るという人も少しずつ増えてきてまして、この正規の雇用が増えるということが、今後はですね、賃金、物価の引き上げの要因として非常に大きく働くであろうということはその通りだと思います。
それからもう一つの生産性の向上、これもですね、まさに委員ご指摘のとおりでありまして、生産性が向上して、本来その収益が増えて賃金をもっと払うということになっていくべきなんですけれども、それがそのままその価格を上げなくて済むと、コストを削減を、まあ、価格を上げないということにつなげて収益や賃金の方に行きにくいという状況があったことは事実で、これも少しずつ是正されてきてはいますけれども、委員ご指摘のとおり、この2つの面で の改革というか、そういうものがあると賃金物価がより上がりやすくなるということは間違いないと思います。ただそれでもですね、先ほど申し上げたように最初にそういうことが起こって、その次に非正規の人の賃金も上がる、正規化が進む、あるいはこちらで生産性が向上していく過程でその価格の引き下げでなくて賃金、価格を上げていくという方向に少しずつ動き始めてきたということは言えると思うんですけれども、残念ながら委員ご指摘のとおり、そこが十分でないということはそのとおりだと思います。委員長、白井君。大臣には通告してませんけれども、今私が申し上げた2つ目3つ目のことは、これ日銀にお願いすべきことじゃないという気もしてまして、まあ、政策協定アコードを結んでるわけだから、政府日銀一体となってやるべきことだと思いますけど、政府としてですね、私が申し上げたこの今回の点検で指摘されている2つ目の非正規雇用による賃金の抑制であるとかですね、あるいは生産性上昇が賃金上昇につながってないということ、これは政府としてですね、正していく、そのことによって 2% 物価安定目標達成に近づけていく、そういう本気度はありますか、お答えください。麻生大臣。これは前からいわゆる、そうですね、6年ぐらい前からだと思いますが、これは経済諮問会議等々で政府があって、政府というか自民党の方から例えば出てこられた経団連の方々に、また民間労組を代表して出てこられる連合の神津さんあたりに、これをおたくらがやる仕事なんじゃないんですかと、連合のやる仕事でしょうかと、なんで連合はこれちゃんとやらんのですかと、もう議事録残ってますよ、何回も。経営者が答えて、やってなかったから上がらなかったんだろうよって私は言ったんです、その人に。やってますと言うから、やってたってこの程度じゃないですかっていう話をした。私はそう、今でも議事録が残っておりますので、ちょっと議事録が抹消になったかどうか知りませんけど、ちょっとかなり激しくやられたことがあるんですけども、上げろ上げろって言ってるのは我々が言ってるんであって、なんでですかっていうことを申し上げたぐらい、これは随分やってきたんですよ。それでも上がらないという事実は、やっぱり労働分配率等々は明らかに下がってますでしょうが、あれは企業に対して分配率を上げろと、これ政府は我々社会主義やってんじゃありませんし、統制経済やってんじゃありませんので、自由主義ですから、それはなかなか言える限度があるんですよ、これ。それでも結構言って、毎年少なくとも昔はベアなんて言葉は全くありませんでしたけど、この8年間ベアって言葉は出てきたでしょうか。いつから出てたんです、民主党なんか一回もないようなものを、それが現実でしょうが、だから、知花さん、これは真面目にやってないって言われたら、ちょっと待ってくださいと、やった上でまだ力が足りないというんであれば、私どもとしては、内部留保が増えた割には、設備投資、また賃金に回る率が低いというのは事実だと思っておりますので、私ども引き続き努力はしないかんところだと思っております。志田君。やるべきことは明確になったと思うんで、そこをさらに前に進めていくということをぜひお願いしたい。それからお話の中であった労使交渉の議事録ですか、政労使のなんか会議の議事録ですか、これ、後でいただけますかね。委員長、そこのお取り計らいをお願いします。理事会で協議します。はい、林田君。それでですね、私がなぜ本気度が足りないというふうに思えたかというとですね、今回、金融、国債買い入れによる名目長期金利押し下げ効果というものを試算してますよね。これ私の資料で、4ページに、2つの方法で、押し下げ効果を、
推計してますけれども、いずれも、押し下げ効果 1% 程度と見ています。これが妥当なのかどうかということなんですね。もしこれが妥当だとすると、仮に国債買い入れをやめても、長期金利は 1% 程度しか上昇しないというふうに日銀は考えているということになりますけど、それでいいんですか。黒田総裁、お答えください。日本銀行、黒田総裁。まず今回の点検では、日本銀行の国債買い入れが名目長期金利を押し下げる効果について、定量的な分析を行ったわけですが、具体的には2つのアプローチで押し下げ効果を推計しておりまして、第一に過去のデータを用いて、質問に答えてください。有効求人倍率、消費者物価、それから米国長期金利の3つの経済変数でですね、長期金利を説明する関係式を推計し、これを用いて、量的指摘金融緩和導入後に、3つの経済変数が示唆する長期金利を計算して、その仮想的な長期金利と実際の長期金利の差がですね、この政策による押し下げ効果だというふうに考えて、当該効果を推計したわけです。でもう一つは、より、経済学的というか、分かってますから、そこはいいですよ。国債保有割合、実質 GDP 成長率予想、米国長期金利の3つの変数でです。やはり長期金利を説明する関係式を求めて、日本銀行の保有割合で説明される部分が、国債買い入れによる長期金利の押し下げ効果というふうに考えて、当該効果を推計したわけです。でどちらの推計からも、国債買い入れによる長期金利の押し下げ効果がマイナス 1% 程度であるという結果が示されたわけです。でそういう意味では、今回の分析結果は、一定の妥当性を有するというふうに考えておりますが、委員ご指摘のですね、今、国債買い入れをやめたらですね、長期金利がどれだけ上がるかというのはですね、この計算式から直接出てくるわけではありません。ただ、この計算したときのような、その有効基準倍率とか消費者物価とか、米国長期金利等々の変数がですね、同じであれば、その程度の長期金利の上昇にとどまるというふうには推測はできますけれども、あくまでもですね、将来に向かって今の政策をやめたときに金利がどのくらい上がるかというのは、そもそもその状況におけるその有効求人倍率とか消費者物価とかですね、米国長期金利の状況がこの計算データで計算したときの過去8年間の状況と変わっている可能性がありますので、一概にですね、1% 程度にとどまると、やめちゃっても1% 程度しか長期金利上がらない ということは言い切れないというふうに思います。志田君。相変わらず複雑で粘着的な答弁なんですが、最後の方で本当のことをおっしゃられていると思いますよ。やはり日銀が国債買い入れを今やめたらですね、国債価格が暴落して、金利が急上昇するということになると思います。だから国債買い入れをやめられないのであって、1% の押し下げ効果があるから継続しているわけではないというふうに私は見ておりますけれども、そういうことでいいですか、正直に端的にお答えください。黒田総裁。あくまでもですね、金融緩和の効果が長期金利を 1% 程度引き下げているという効果があるということを前提にですね、これまでの長短金利操作付き量的指摘金融緩和を粘り強く続けていくことによってですね、一方で予想物価上昇率が徐々に引き上がっていけば、実質長期金利も下がっていきますし、経済に対する緩和効果も強まっていくということでありますので、当然ですね、現在の金融緩和効果を、金融緩和政策を続けることによってですね、名目金利の押し下げ効果をできるだけ長く継続させて、2% の物価安定の目標に向けて進んでいくということに変わりはありません。委員長。志田君。時間が来ましたので、もう質問しませんけれども、2点だけ指摘させてください。
5ページにあります通り、金融仲介機能への影響ということも書かれておりますけれども、先ほどの押し下げ効果とかですね、オーバーシュート型コミットメントの影響の分析に比べると、極めて抽象的で具体性を欠く内容になっています。ここの分析もきちんと具体的に、定量的にやっていただきたいというのが一つ、もう一つはですね、そのオーバーシュート型コミットメント、6ページ目ですけれども、オーバーシュート型コミットメントというのは、埋め合わせ戦略、すなわち、物価上昇率の実績値が目標を下回る期間が続いた場合には、そうした状況を勘案して、金融緩和を行うという考え方を実践したものだと言っておりますけれども、だったら、その今、実績値が目標を下回る期間が続いている中でですね、物価目標を達成した後もですね、しばらくこの金融政策は変わらないんではないかというふうに思えるわけですよ。その具体的な期間を明示すべきではないかと、もっと具体的に示すべきではないかという2つのことを申し上げまして、この点検、今のままでは、この点検自体がこれまでの金融政策の失敗を埋め合わせる戦略に過ぎないということを申し上げました。質問を終わります。次に吉田。